はい、皆さんこんにちは、ハルボーです。今日はね、まあサムネイルでもある通り、まあ、X4 からね新しく車を乗り換えたので、今日はそれを紹介したいと思います。まあ、今ねロイヨドライブウェイに来てるんですけど、まあ、下の方ですね、はい、はい、こちらになります。はい、マセラティの、ギブリ、購入いたしました。はい、まあ、初のねイタリア車ということで、まあ、BM2 台ね乗り継いでイタ車に行ったというわけで、はい、マセラティのギブリ納車されました。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。最高に今は気分が高揚しております。まあ、言うてもね、納車から今3週間後4週間後ぐらい、まあ、約1ヶ月くらい経ってるんですけど、やっとねこの納車動画っていうかね、まあ、皆さんにお披露目というかね、そういうのできるんですけど、はい、やっと僕の手元に、車が来ました。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、こんな感じ で今日は、まあ、その報告と、まあ、内装外装、この車をね紹介できたらなと思っております。まあ、もしかしたらちょっと動画2本に分けて、まあ、外装と内装と紹介すると思います。はい、まあ、とにかくね、とりあえずはまあ納車されましたという報告なんですけど、で、まあ、もう先に紹介しておくと、モデル名が、マセラティのギブリ SQ4、グランスポーツというね、2019年モデルになります。はい、まあ、今だったらモデナとか、まあ、トロフェオとかなんですけど、まあ、それの1個前のモデルですね。はい、になります。なんで、まあ、年式も新しくて、まあまあ、綺麗な車をね中古車で購入できたんで、まあ、それも縁あってっていう感じで良かったんですけど、じゃあ、まあ、早速外装の方いろいろ見ていきたいと思います。僕もねこうやってまじまじと見るの初めてなんで、はい、まずね、この迫力のフロントマスク、どうでしょうか。いや、これね、もうこの顔がね、まあ、ギブリいろいろあって、まあ、初期モデルから中期、後期、まあ、モデラーってあるんですけど、18年くらいかな、17年くらいから、ちょっとフェイスリフトというか、マイナーチェンジされて、このグランスポーツとかね、いろいろ追加されていったんですけど、まあ、そのグランスポーツの顔がね、こういう形に、こういう顔になっております。はい、まあ、こんな感じで。まあ、そのマイチェン前のモデルと、まあ、いろいろ結構フロントは変わってるんですけど、まあ、このねヘッドライト部分とかね、うん、まあ、あとねこのグリルとか、まあ、バンパーもいろいろ変わってるんですけど、まあ、結構豆知識というか、マセラティのモデルチェンジした結構コアな人というか、まあ、詳しい人は分かると思うんですけど、まあ、このね、まあ、よく見るマセラティのグリル、これフィンがね今10本かな、はい、10本あるんですけど、まあ、マイチェンモデルは文字は本数が多かったと。で、マイチェンされてから本数が少なくなって、まあ、ちょっとよりスタイリッシュになったのかな。はい、結構ねこれ分かる人には分かるというか、マセラティ好きな人やったら結構知ってる人多いと思うんですけど、こういうちょっとね違いもあったりして、はい、で、まあ、ライトはねLED になってます。アダプティブ LED ですね。これがね、まあ、デイライトをちょっと写真か動画かで載せようと思うんですけど、またこれね、デイライトがついてる時の顔がめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、で、まあ、グランスポーツ専用のこれがバンパーですね。まあ、あとモデルとしては、まあ、グランルッソとかもあるんですけど、またねちょっとバンパーが違ったりするんですけど、まあ、グランスポーツというモデル名だけあって、まあ、こういう風に結構スポーティーな、はい、バンパーになってます。もうね、僕はもうこの目、この顔がもうめちゃくちゃ好きで、マジでかっこいいですよね。で、外装色は、ソリッドの白かな、はい、まあ、もう一個ねパールの白とかもあるんですけど、まあ、僕の購入したギブリに関してはソリッドの白になってます。まあ、これもねシンプルな白で、ね、すごくかっこいいので気に入っております。はい、でそのままサイド見ていくと、あ、その前にね僕のね好きなアングルポイントなんですけど、この横から見た時のこのギブリの顔ね、これがすごい僕はね横顔フェチというかフェチでもないんですけど、はい、このギブリのこの
この辺の角度がもうめちゃくちゃ好きで、はい、変態ですね、ただの、はい、で、まあサイドこんな感じです。まあもうギブリはねセダンなんで、こういう風に、まあ、4枚ドアの、まあ、セダンらしいというか、まあクーペらしいかな、ちょっとクーペっぽいかな、こんな感じで、はい、こういう風なシルエットになってます。まあちょっとクーペっぽいかな、まあでもセダンのところも、まあこういう風に残しつつ綺麗ですね。やっぱりおなじみのね、このマセラティの3連ダクトとありまして、あ、ここにね、はい、モデル名のグランスポーツって書いてます。で、まあグランスポーツというか、まあ、マセラティなの、まあ、この辺がね全部シルバーの、シルバーメッキっていうかな、ボールもシルバーになってて、まあ、この辺もですねシルバーになってます。で、このタイヤ、まあ、このタイヤもねまたかっこいいんですけど、これ20インチの、テゼオホイールだかな、はい、っていう、まあ、かなり複雑なホイールなんですけど、これがまたかっこいいというね。で、キャリパーは赤で、はい、なかなかねブレーキもでかくて、うん、あのブレーキもいいですよ結構。センターキャップもね青になってるんですけど、まあいろんな中古車とか見てるとね、いろんなキャップがあるんで、これはオプションとかそういうの純正なのかどうかもちょっと分かんないんですけど、まあでも似合ってるのでいいですね。マセラティブルーなんかな、うん、で、まあサイズも245の4020かな、はい、で後ろが同じ20インチで285のなんぼかな、35ですね、21です。で、まあおなじみのね、この辺にね、シーピラかな、後ろにマセラティのエンブレムが、まあこういうとこですよね、こういうとこですよね、おしゃれなとこって、はい、でね、一応ねこの車サンルーフもついております。まあマストかなとは思ってるんですけどね、まあ、そういうのを探してたんで、まあ、横もねかなり気に入ってますよ。ボディライン、ボディサイズがね結構長いので、4900オーバーとかなんで、うん、こういうねこう伸びやかなフォルムというか、まあ、そういうとこもめちゃくちゃ気に入っております。はい、じゃあ次にリアなんですけど、あ、ここにね、はい、SQ4 と書いてます。 S がまあちょっと通常のモデルと比べて、あの馬力がパワーがアップしているモデルになってます。で、Q4 が、4駆ですね、はい、4輪駆動、このモデル FR じゃなくて4駆モデルです。踏んでも安心、はい、まあ、踏まないですけど、まあ一応この車4駆ということで、はい、安心安全ですね。で、ここにギブリって書いてあって、まあ後ろのシルエットなんですけど、まあちょっとね正直言うと後ろはまあ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 めちゃくちゃかっこいいかというと僕はそうでもないんですけど、モデラーになってからすごい好きなんですけど、まあ、後ろはそんなにかなって正直思ってます。まあ、この辺もね、あのスポイラーとかつけれるんですけど、まあ、それもついてないっていうのもあって、まあ、つけたらもっとスポーティーになるのかなとは思ってはいるんですけど、はい、でこんな感じ、まあ、各エンブレムとかね、この辺のマセラティのマークも全部シルバーになってます。で、マフラーが、はい、4本出しになってます。まあ、このね、まあ、僕は4本出しもめちゃめちゃ気に入ってて、やっぱりね、まあ2本もいいですけど、やっぱり4本が僕は好きですね、はい、で、バンパーの部分はもう樹脂とクロスブラックで、はい、塗装されていて、後ろはね、まあ、斜め後ろから見たらこんな感じです。はい、かっこいいね、やっぱりね、まあ、全体はこんな感じですかね。まあ、とにかくね、もう前が僕はめちゃくちゃ好きで気に入っているんですけど、まあ、こんな感じとなっております。どうでしょうか。まあ、この斜めのねシルエットもやっぱかっこいいですね、こう見るとね。まあ、外装はねこんな感じとなっております。まあ、これからね、あのいろいろ、まあドレスアップだったりカスタム、まあ、していこうとは思ってるんですけど、まあしばらくはね純正のこの状態を楽しみたいなと、いっぱいね写真撮ったりツーリング行きたいなと思っております。はい、ちょっとねエンジンの紹介をし忘れたんで、ちょっと別の場所で撮ってます。で、エンジンなんですけど、3リッターの V6 です。はい、ツインターボになってます。まあ、エンジンルームこんな感じなんですけど、はい、もうぎっしりって感じですね。もう結構エンジンもでかいかな、うん、で、馬力が430やったかな、430馬力の
トルクが580ニュートンだった気がします。はい、0104.7 とかやったかな、前の X4 と一緒だったはずです。はい、まあ走ってる感じはねちょっともっさり感があるんですけど、まあまあでも速いっちゃ速いですよ当然ね、まあ、こんな感じのエンジンルームです。これ S で青いんですけど、ベースだと白かな、白かシルバーかになってたと思います。はい、エンジンはこんな感じです。でちょっと車重とかね、あのサイズとかも紹介してなかったんで、ちょっとここで紹介したいと思います。全長が4900何倍やったかな、80とかやったかな、忘れました、ちょっと全然勉強してないんですけど。で幅が1945っていうのを覚えとって、で高さが1400台とかやったかな、うん、なんかそんくらいだった気がします。はい、ちょっと全然予習してないんでテロップをちゃんと載しておきますけど。でまあ車重も2トン超えてるという感じで、まあだから結構ロングボディですし、ミドルサイズって言っても結構ロング、まあほぼほぼ5メーターですし、幅もねほぼほぼ2メーターあるので、まあまあでかいですよ当然ながら。ちょっとサイズだとね、エンジンだけちょっとあそこで撮るの忘れたんで今撮っておりますので、はい、送り返します。じゃあ内装行きましょうかね。はい、まあ、ちょっと動画長くなってるんで、このまま、2本目の動画で紹介したいと思います。ではでは、じゃあ2本目の動画も、ぜひ見ていただければと思います。はい。